ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。あの人、覚えてる？ああ、昔よく霊夢が遊んでいた友達のことか？そうそう。こないだ久しぶりに街ですれ違ったら、見た目が変わりすぎて面影もなかったのよ。声をかけられるまで全く気がつかなかったわ。月日が経てば、誰しも少なからず変わるものだと思うがな。それにしたって、あまりにも変わってしまった姿を見て驚きを隠せなかったわよ。まあ、確かに変わり果てた姿で見つかった芸能人なんかも少なくないぞ。そうなの？一体どんな芸能人の方たちが変わり果ててしまったのか気になるわ。じゃあ今回は変わり果てた姿で発見された芸能人を紹介していくぜ。それじゃあゆっくりしていってね。一人目に紹介するのは、過去に CM 女王と呼ばれるほど、テレビに引っ張りだこだった女優の加藤愛さんだ。懐かしい。大好きなドラマに必ずと言ってもいいほど出演していたわ。加藤愛さんは、1997年に女優としてデビューし、数々のヒットドラマに出演し、映画海猿では主人公のヒロイン役として、大ヒットに貢献していたぜ。海猿に加藤愛さんの存在は不可欠よ。化粧品の CM にもよく出演していたイメージがあるわ。美しく可愛らしい美貌はもちろん、その愛嬌のある笑顔と親しみやすい人柄に、CM での起用も多く、一時は10社以上と CM 契約を結んでいたんだ。まさに売れっ子女優だったわよね。だけど、気がつけば姿を見なくなった気が。今も女優として活動を続けているのかしら？実は、加藤愛さんは2013年に一般男性と結婚し、3人のお子さんに恵まれているぞ。子育てに専念するため芸能活動から離れていたんだぜ。なるほど。家庭に入っていたのね。3児のママだって知らなかったわ。だが、少しずつ芸能活動を再開し始めているんだ。2023年にはファッション雑誌に登場し、40歳とは思えない美貌を見せてくれたぞ。本当に3児のままなの？ってくらい美しいわ。家庭に入っていたとはいえ、さすが女優さんだわ。また加藤愛さんの活躍をテレビで見れる日が来るのかしら。今後の具体的な活動は発表されていないが、本人曰く、子育てが落ち着いたら、またドラマや映画への出演も意欲的に思っているようだぜ。そうなのね。加藤愛さんの今後の活躍に期待したいわ。二人目に紹介するのは、子役でデビューし、ドラマや映画で注目されていた女優の鈴木杏さんだぜ。杏さん、可愛くて大好きだったわ。鈴木杏さんは、子役から活躍し、ポカリスエットの CM でも注目を集めたぞ。うわぁ、懐かしい。さらに1997年に放送されたドラマ青い鳥への出演で、新人俳優賞を受賞し、女優としても高く評価され、その後、ドラマや映画、舞台や CM など活躍の場を広げていったんだ。一時期、テレビで見ない日はなかったわよねー。人気も評価も高く様々な作品に出演していた鈴木杏さんだが、最近は舞台を中心に活動を続けているんだぜ。そうなの？テレビではあまり見かけなくなってしまったと思っていたけど、舞台女優として活躍していたのね。ああ、2020年には演劇大賞の最優秀女優賞を受賞するなど、舞台俳優としてもその評価は高く、実力派女優として活躍しているぞ。昔は元気はつらつなイメージだったけど、すっかり大人な女性になったわね。またテレビでも女優さんとして活躍してほしいものだわ。三人目に紹介するのは、グラビアアイドルで女性タレントとして高い人気を誇っていた夏川淳さんだぜ。癒し系の夏川さんね。おっとりした雰囲気もありながら物おじしないハキハキとしたキャラクターが好きだったわ。夏川淳さんのデビューのきっかけは少し変わっていて、週刊ヤングマガジンに掲載されていたファンレターの送り先に、間違って履歴書を郵送してしまったそうなんだ。その履歴書が担当者の目に留まり、芸能界でデビューすることが決まったんだぜ。あまり聞いたことないわね、そんな話。それもある意味、運命だったのかもしれないわ。その後、2003年にグラビアアイドルとしてデビューを果たし、数々のグラビア誌の表紙を飾って人気を集めたぞ。それから志村健さんの番組に出演するとタレントとしてブレイクを果たしたぜ。人気番組にたくさん出演していたけど、ある時期からテレビで姿を見る機会が減っていったわよね。実は、彼女の芸能活動が一変してしまった出来事があったんだ。それは2007年頃、一部週刊誌で年齢詐称疑惑が報道されてしまい、当時は自身の姉と間違えたのだろうと完全否定していたんだが、その2週間後、一転して事実と認めたぞ。否定したのに後から事実として認めたのはどうしてなのかしら。実はデビュー当時、事務所を移籍した際に、スタッフと相談して名前を変え、10代の方々に応援してもらいたい気持ちが強く、19歳ということにしてしまった、と語ったんだ。なるほど。ファンをつけるためについてしまった嘘だったのね。とはいえ、当時は年齢詐称って珍しくなかった気がするのだけど、それが原因で干されちゃったってこと？
確かに、昔は年齢をサバ読んでデビューするなんてこともあったみたいだな。だが、一度完全否定したにもかかわらず、結局事実と認めたことで世間からの印象はあまり良くなかったぞ。まあ、確かに嘘が嫌いな世の中だからね。今の時代なら、なおさら炎上案件かもしれないわ。そんな中、2011年に一般男性と結婚し自然と露出が減っていったんだぜ。だが、2013年には第一子を出産し子育てをしながら、地方のテレビ番組やブログで自身の穏やかな生活も発信してくれていたんだ。結婚してお子さんもいたのね。今ではもう芸能活動は一切していないの？結婚後も、家族のことや自身のことをブログで発信し続けていたんだが、2017年頃からパタリと更新が止まってしまい、表舞台からも姿を消してしまったぞ。そして、最近になって新たな事実が発覚したんだ。え？新たな事実って？というのも、ある週刊誌が結婚生活を送っている夏川淳さんに直撃した際に、本人の口から芸能の仕事は引退していると語られたんだぜ。本人曰く、随分前に芸能の仕事は辞めていたそうなんだ。そうだったの？引退していたなんて知らなかった。それにしても突撃する週刊誌もすごいわね。今は、子育てに専念しているようで復帰も考えていないみたいだぜ。そうなのね。もうテレビで見れないのは残念だけど、元気に過ごされているようで安心したわ。どうかます、身の方たちもそっとしておいてあげてね。4人目に紹介するのは、90年代に個性的なキャラクターと奇抜なファッションで一躍人気を博した、篠原ともえさんだぜ。篠原ね、懐かしいわ。とにかく派手な格好でそれが受けたのよねー。ポップな服装とか真似する女子も多かったわ。篠原ともえさんは、もともとは歌手としてデビューするも1996年、キンキキッズの堂本光一、堂本剛と、シンガーソングライターの吉田拓郎が司会を務めるラブラブ愛してるに、レギュラー出演し一気にお茶の間の人気者となったぞ。ゲストさんとの絡みがめちゃくちゃ面白くて、そのコーナー好きだったわ。奇抜な見た目はもちろんだけど、あのハイテンションでパワフルなキャラクターが愛されてたのよね。独特なキャラクターから、その後は様々なバラエティ番組に引っ張りだことなったんだ。さらにその人気は衰えることなく加速していき、90年代後半には、篠原ともえさんのファッションを真似るシノラーが街中に出現するようになったぞ。みんなとにかく小物を大量につけてね。カラフルなヘアピンに、手首には大量のブレスレットとかキャラクター物をふんだんに身につけて、ガチャガチャしまくってなんぼだったわよね。その頃から高いファッションセンスを見せていた篠原ともえさんだが、実はファッションに目覚めたのはわずか10歳の頃だったそうだ。その頃から抜群のセンスが磨き上げられたのね。確か、ライブの衣装なんかを手掛けていたんじゃなかったかしら。まさに、そのライブ衣装を手掛けるようになったことが篠原ともえさんの転機となったぞ。2013年、松任谷由実さんのコンサート衣装のデザインを手掛け、デザイナーとしての力を発揮すると、瞬く間に、嵐や多くのアーティストのコンサート衣装を任されるようになったんだ。名だたるアーティストさんの衣装を手掛けるなんてすごすぎる。さすが篠原。他にもキャラクターデザインや制服まで幅広くデザイナーとして活動することになり、徐々にテレビから離れていってしまったんだな。当時はデザイナーとして活躍してるって存じ上げてなくて、いつの間にか、篠原を見かけなくなっちゃって寂しかったのよね。実は、2019年にアートディレクターの池澤達樹さんと結婚され、共にクリエイティブスタジオを設立すると、2021年には国際的な広告賞、ニューヨーク ADC 賞、ザ ADC アニュアルアワードで、メリット賞を受賞するなどデザイナーとして高く評価されているぞ。旦那さんと二人三脚で世界的にも活躍されているのね。そんな篠原ともえさんだが、現在45歳を迎え、最近では久しぶりに元気な姿をテレビで見せてくれたんだ。え？そうなの？2024年4月3日に放送されたバラエティ番組誰かと仲居で、10代の頃、同じ寮に住んでいたという女優の仲間ゆきえさんと共に出演したんだぜ。周りを一気に明るくしてくれる雰囲気はもちろん、すっかり上品で大人な女性へ様変わりしていたぞ。そりゃあ、年齢を重ねれば落ち着くわよ。だけど相変わらずお綺麗ね。40代には見えないわ。さらに自身のインスタでは、鮮やかでセクシーなデザインのロングドレスを身にまとい、大人の色気を漂わせた姿を披露したんだ。うわぁ、美しい。篠原の死の字も面影が感じられないわ。色気ダダ漏れでドキドキしちゃう。これを機にまたテレビで活躍を見たいとも思うが、デザイナーとして大成功しているからな。これからはデザイナーとしてさらに飛躍していってほしいぜ。そうね。これからも活躍を期待しているわ。最後に紹介するのは、テレビドラマ、のぶたをプロデュースでブレイクを果たした女優の堀北真希さんだぜ。堀北真希さんはのぶたの頃から一気に垢抜けて綺麗になったわよねー。ブレイクすると瞬く間に、ドラマや映画に出演し、同年代の人気女優の中でトップクラスの人気を誇っていたぞ。
役柄とは裏腹に、本人はおしとやかで落ち着いた雰囲気にどこかミステリアスな感じもあって、本当に魅力的な女優さんだったわ。NHK の朝ドラヒロインや、紅白歌合戦での司会など、目覚ましい活躍を見せていた堀北真希さんだったが、人気絶頂の中、突如として芸能界を引退してしまうんだな。当時はニュースを見て驚いたのを覚えている。何を隠そう、世間を騒がせたそのニュースは俳優山本浩二さんとのスピード結婚だぜ。さらに翌年には第一子を出産し、家庭に専念したいという彼女の希望により、トップ女優から身を引くことを発表したんだ。女優として勢いに乗っている最中だったから、その潔さに驚いたけどある意味彼女らしいわよね。それよりも、山本浩二さんの口から明かされた二人の馴れ初めの方がびっくりだったわ。二人の馴れ初めは結構有名な話だよな。舞台嵐が丘での共演をきっかけに、山本浩二さんから約40通もの手紙を堀北真希さんに渡すなど猛アタックを続け、交際0日で指輪と共にプロポーズし結婚に至ったんだぜ。何度聞いても山本浩二さんのヤバすぎる行動力に圧倒されるけど、そんな風に誰かに愛されてみたいものだわ。芸能界引退を決意したのも山本浩二さんの愛あってのことだったのかもしれないな。そんな堀北真希さんは、結婚後二人のお子さんに恵まれ、二児の母として結婚生活を送っているぞ。あら、もうすっかりママさんね。自然体な姿も様になっていて美しさも健在なのはさすが女優さん。ちなみに、夫の山本浩二さんは昔かなりのプレイボーイだったと噂だが、堀北真希さんとの結婚、そして愛する子供たちが生まれ、今では家に直行し家族との時間を最優先しているみたいだぜ。そりゃあ、美しき愛する堀北真希さんがお家にいるんだもの。誰だって飛んで帰るわよ。現在は、北関東に住んでいるのではなんていう噂もあるようだが、一方で都内でも目撃されていて、二拠点で生活しているのではないかと言われているぞ。もしかしたら別荘を構えているのかしら。確か自然豊かな環境で子供たちを育てたいとも語っていたのよね。ああ、芸能界からも離れ子供たちとゆっくりのびのび暮らしたいと、北関東エリアに住まいを移しているのかもしれないな。未だに女優復帰を期待する声が止まない堀北真希さんだが、引退以降メディアには一切姿を現さない徹底ぶりを発揮しているぞ。ファンとしてはまた堀北真希さんの姿を拝みたいと思うでしょうね。もう復帰することは完全にないのかしら。どうやら今のところ、今後メディアで活躍する可能性は極めて低いとされているんだ。堀北真希さんとしては、家族との時間が一番大切なんだと思うぜ。夫の山本浩二さんは、ドラマや映画に幅広く活躍してる売れっ子俳優だもの。そんな山本浩二さんの活躍は、堀北真希さんの支えがあってこそなんでしょうね。最近は結婚出産を経てすぐに復帰される女優さんも多くいるが、堀北真希さんのように潔く家庭に入るというのも、自身や家族の幸せのため素晴らしいライフワークの選択肢の一つだと思うぞ。そうね。いろんな働き方や家庭との向き合い方があっていいと思うわ。復帰を望む声は途絶えないが、堀北真希さんが幸せに暮らしていることが何より大切なことだぜ。いつまでも家族と幸せに穏やかな日々を過ごしてほしいわね。ということで、変わり果てた姿で発見された芸能人を終わりにするぜ。最後までご視聴ありがとうございました。